皆さんこんにちは、セサムチャンネルのセスナです。本日はこちらアニメイトで見つけたホロライブグッズ開封していきたいと思います。今回買ってきたのはふわコロリン4、そしてテテコレ4で、ゆるパレットキャラバッチコレクションボリューム3、こちらの3種になります。こちら自体は、発売されてからもう少し経ったんですけど、地元のアニメイトではなくって、博多に旅行に行った時にそちらのアニメイトで見つけたので購入してみました。狙いはもちろんミコチなんですけど、シロもいます。ミコチとシシロン狙いで2つずつ買ってきました。こっちのゆるパレット、缶バッジだけなんですけど、これはラインナップにシシロンいるんで、シシロン狙いで3つ購入してきました。でまずはこちらの缶バッジから開封していきたいと思います。セスハムチャンネル。はい、それではこちらのキャラバッジコレクションゆるパレットボリューム3、全9種開封していきたいと思います。9種なんで3個買えばなんとかなるでしょうと思って3個です。ではまず1パック目、ほい、赤いぞ、せーの、ほい、あ、お嬢。この缶バッジはマットなペタッとしたような素材の缶バッジですね。だからテカリとか全然なくって、このイラストは表情はないんですけど、シンプルで可愛いイラストになってますね。じゃあ次2パック目、せーの、はい、あ、赤い、もしかしてこれ、あ、ボルボルでした赤かったから心配だったけど、微妙にピンクでしたね。ボルボル。じゃあラスト1パック、せーの、ほい、あ、紫色だよ。これはドン、シオン、シオンなんですね。じゃあ結果シシロンです。前ミコチがボリューム1でラインナップされたんですけど、その時はこの缶バッジとこのイラストと同じアクキーがあったんですけど、そっちはなくって、もうこのボリューム3は缶バッジだけでしたね。他のボリューム2と4かな、その2つは缶バッジもすごい箱あったし、アクキーもあったし、多分これだけすごい売れてたのかな。なくって残念だったんですけど、またアニメイト見てあったら買ってみようと思います。それでは次こちらテテコレ開封していきます。ラインナップは全7種、ミコチ、メルメル、チョコゼン、ノエル、ルーナ姫、シシロン、クロエ。じゃあ開封していきます。手と手がつながるぬいぐるみってことでね、出たらミコチとシシロンつなげてみたいと思います。それではまず1箱目、ほい、これは、あ、ノエル、ほう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 、ここにボタンがついてて、でこっちは紐なんで、ここ引っ掛けるって感じですかね。顔かわいいし、服とかもすっごい細かい。すごいね、よくここまでできるね。じゃあ2つ目、いやー、こうなったらどっちかでいいんで、ミコチかシシロンお願いします。せーの、ほい、あ、ピンクだけどこれはルーナ姫惜しい、え、両方とも惜しいんだけどピンク髪と銀髪、ちょっと違う、残念。え、でも可愛いね、ルーナ姫も、細かー、ちゃんとニーハイのとこまでも綺麗に印刷できてるし、すごい髪の毛のグラデーションも綺麗にできてるね。細かいアクセサリーもちゃんと印刷できてるし、なかなかクオリティ高いですね。そしたら今度はこっちのふわコロリン、こっちでミコチとシシロン当ててます。こっちの方はテテコレとは違って、表情もすごいデフォルメされてて、コロッとまん丸って書いてます。どんな感じですかね。じゃあ開けてみます。よいしょ。じゃあせーの、ほい、あれ、この白は、あ、シシロン出た、やった、嬉しい。
かわいい。まん丸だ、ほんとに。かわいい。いいね。耳もちゃんとあって。おー。尻尾もついてる。かわいい。よし。じゃあ、こっちで、みこち引けば、もういいですね。じゃあ、ラスト1箱。はい。せーの、ほい。え、嘘、マジ、え、やば。え、有言実行しちゃった。え、やば、こんな奇跡ある。え、嬉しい。え、本当にみこちとししろん出た。やば、え、めっちゃ嬉しい。え、こっちかわいいな。え、ちょっと開けるえ、めっちゃ嬉しい。めっちゃ運いい。やば、なんか綿が、ほう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 、こんな感じね。ちゃんとアホ毛があって、ぷっくぷくや、かわいい。あ、ここちゃんと、ここね、パンツが見える間からね。すごっ、よく球体にできたな。え、後ろもちゃんとじゃん。ほら。ペロン。リボンと。あ、これはまあ、上についてる感じですね。かわいい。で、こっちのシシロもいけますか。シシロン。すごいね。ちゃんとここも。ホロライブって書いてあるし、お耳のピアスとかここねついて、すっごい細かいとこまでちゃんとできてますね。かわいい、ずんぐりむっくり、かわいい。うん、嬉しい。なんだ、出るじゃんこっちは残念ながらですけど、でもね、なんかニアミスみたいな感じになりましたね面白い。めっちゃ嬉しい。セスハムチャンネル、可愛いグッズなので、ぜひ皆さんも購入してみてください。それでは本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。